今日は大輝くんです。文化祭大工にお金を借りたんでジュースをご馳走します。もうすぐ現場です。白い本みたいなのが出てるピロッと、ちょっと口には出せなかったけど、じゃあファミリーマートで差し入れでも買っていきましょう。もう寒くなってきてるからあれだよね、これでいいのかって問題もあるんです。終わりました。1軒目が終わって、やっぱ届いていただけるってありがたいね。キャリア数えるか。あ、そうだね、まあ、じゃあコンビニ寄って差し入れでもまた買いますか。2軒目に行きます。今日はお金がなくて飯が食えました。カードしかないんで買います。塩メロンパンうまそうだね。大量です。大量買い。人数多いから大量になっちゃう。じゃあとりあえず2軒目だけど入りますかね。入ります。3軒目行ってみるか。詰めるかね。詰めなくはないか。詰めると思います。 TV 手前で LT とかでしょ。じゃあもう1軒行ってみようか。それでも時間あるもんね。それで3本で、さあさあ、LT15 の LT14 の PC5 です。あ、結構 LT があったんだよね。はい、LT5。 残念だね。でも昨日までいっぱいあったのにってことは持ってかれちゃったってことだな。ばっかりだな。営業努力が足んないんだね。まあそういうことだよな。あ、ちょっと寂しいよ気持ちが。まあいいや、気を取り直していきましょう。今日は後楽園に行きます。今日は事情により後楽園でランチにします。聞けばなんかうまそうじゃない。ネギ混ぜ麺です。醤油のガリバターです。いただきます。